ドジャースの大谷翔平選手が17日、本拠地レッズ戦に2番 DH で先発出場。残念ながらこの日は快音は響かず、2打数無安打1四球で4試合ぶりの無安打に終わりました。大谷選手は初回、ノーアウト1塁の第1打席でフォアボールを選ぶと、今季11個目の盗塁を成功させました。しかし3回2アウトの第2打席は、元日本ハムのニック・マルティネス投手相手にキャッチャーファールフライ。6回1アウトの第3打席はマルティネス投手のチェンジアップにバットが空を切り、空振り三振に倒れました。その後9回ノーアウト1塁の第4打席は代打を送られ途中交代となり、観客席からはため息。2打数無安打1四球1盗塁で打率3割6分 OPS1.099 となっています。試合はグラスノー投手が先頭打者団を献上するなど、5回4失点で降板。また9回にも3失点を許すなど計7失点と炎上。打線もブルペンデーとなったレッズ投手陣の前に沈黙し、9回に粘りの2得点を挙げたものの、2対7と大敗を喫しています。これで連続4失点以下の試合記録は22試合でストップ。2連敗で貯金12となりました。一方のレッズは怪物エリー・デラクルーズ内野手がツーベース1本を含む3安打3得点4盗塁と躍動。今季の盗塁数は早くも30となり、シーズン110盗塁ペースに乗せる大爆発で勝利に貢献しました。そんなこの日は大谷翔平ボブルヘッドデーで、開門2時間以上前から長蛇の列が形成されました。先着4万人に配布され、そのうちランダムに1700個が敵地仕様のグレーユニフォームのスーパーレア仕様。人形の配布日はチケット代が高く設定されることが多く、開幕前の時点で最も安い席が121ドルとなっていましたが、専門情報サイトドジャースネーションによると、この日は191ドルにまで高騰したといいます。結局この日は球場に5万3527人が詰めかけたようで、今季の MLB 最多観客数を更新しました。大谷選手の人気を如実に表すこの盛り上がりに、ロバーツ監督も、エキサイティングだね。翔平はチームを動かすことができる。球場外がどうなっているか想像もつかないよ。翔平、そしてドジャースにとってもいいことだ、と笑顔を浮かべました。またこの日はドジャースが小児患者に対しサプライズを実施。観戦予定だったアルバート・リー君に、大谷選手が始球式とスイートルームでの観戦をプレゼントしました。試合前に突如大谷選手が登場すると、アルバート君は口を大きく開けて呆然。大谷選手は目の前でサインしたユニフォームをプレゼントし、さらに、今日は来てくれてありがとう。今日君は始球式で投げるんだよ。オッケーと始球式で投げてもらうことをサプライズで告げました。サインボールと記念撮影などのプレゼントに終始驚いた表情のアルバート君は、今何が起きたんだ。彼は大きいなって最初に思ったよ。30秒も息を吸えなかった、と目を丸くしていました。その様子を公開した球団公式 X は、二度と忘れられない光景と紹介。球団によると、アルバート君は生後3日で心臓病と診断され、生後13日目で手術すると、その後も数年をかけて2度の心臓手術と腹部手術を受けていたといいます。今年5月には中学校を卒業し、現在はリトルリーグでスラッガーとして活躍しているのだとか。始球式では大谷選手が捕手を務め、アルバート君のワンバウンド投球をキャッチ。場内からは大きな拍手が送られました。そんな中、この日自身初となる1試合4盗塁を決めるなど、ドジャースを苦しめたレッズの超新星デラクルーズ選手が取材に応じ、大谷選手について語りました。昨年は試合中に二塁ベース上で大谷選手をツンツンとつつき、本物かどうか確かめたというやり取りが話題となりましたが、大谷選手との昨年以来の再会を喜んだ若手の怪物は、大谷選手に何を語ったのでしょうか。デラクルーズ選手はデビュー2年目の大型内野手で、昨年は打率2割3分5厘、13本塁打、35盗塁をマーク。196センチの恵まれた体格に、パワー、スピード、そして華やかさと大谷選手同様に規格外の多彩な能力を持つ万能スイッチヒッターで、今季はここまで打率2割7分1厘9本塁打21打点盗塁は両リーグダントツの30個を決めるなど異彩を放っています。
前日の試合は休養のため欠場し、強豪ドジャースを打ち負かすために万全の状態でこの試合に挑んだといいます。大谷選手が昨オフに10年7億ドルの契約でドジャース入りしたことについては、信じられなかったよ。もちろん負けるつもりはないけど、彼らは素晴らしいチームだと目を見開いたデラクルーズ選手。記者から実際に大谷は存在していたかと冗談を言われると、まだ確かめているところだと笑顔。今季は同リーグで本塁打王も争うライバルでもある大谷選手については、彼が最高の選手であることは確かだけど、僕は他の選手と比較をすることはしないよ。プレーして楽しむだけさ。毎日昨日の自分を超えたいと思っているだけなんだと大谷選手を称賛しつつも、ライバルとして意識はしていないと語っています。また、彼は全てを持っている偉大な選手。特に感心させられるのはあのタフさ。投手は普通1日でも疲れているのに、投げて打って信じられないよと脱帽。昨年の塁上のやり取りについては、あの男は素晴らしすぎるからね。彼が本物かどうか確かめるためにやったんだ。僕の横を通ったらツンツンするってチームメイトに言っていたんだ。僕がツンツンした時、彼は笑った後、君こそ僕がつつくべき人だよと言ってきたんだと和やかなやり取りを明かしました。ただこのやり取りがあったのは昨年の8月23日の出来事。この頃はまさに大谷選手の右肘靭帯損傷というショッキングなニュースが世界を駆け巡った時期でした。米ネットワーク ESPN の名物記者であるジェフ・パッサン氏はこの時の衝撃をデラクルーズ選手とのやり取りも交え熱量たっぷりに語っています。大谷の魔法のようなシーズンはこの怪我で途切れた。翔平大谷が野球のフィールドで過ごした時間は1分1秒が贈り物だった。最も完璧なこの球技の標本だ。100年もの間選手にどちらかの道を選ぶことを要求してきたこのスポーツにおいて、最高の打者であり最高の投手でもある大谷は野球の在り方を再調整した。翔平は野球の頂点を極めた。彼は野球そのものなんだと二刀流としての道を切り開いた大谷選手を称賛。その上で、大谷にとって最強の敵はどんな投手でも打者でもなかった。それは彼の体であり、彼が求めるもの全てに耐えうるその能力であった。人体は伝説など気にしてくれないと嘆き、この3年間で彼は数少ないプレイヤーだけが許される高みへと到達した。100年後の彼は功績と名声においてベーブ・ルースに匹敵する。そしてその才能においてルースは大谷にまるで及ばないと改めて大絶賛。ですがパッサン氏が強調したのは大谷選手の圧倒的な人間力です。8月23日のエンゼルス対レッズのダブルヘッダー2戦目で大谷選手は二塁打を放ちました。当然その時点で大谷選手は自身の右肘の診断結果を知っていましたが、塁上に立つ大谷選手のもとに近寄ってきたレッズの選手たちと楽しげに談笑する姿がありました。とりわけ期待の超新星であったデラクルーズ選手との絡みが話題を呼びましたが、パッサン記者はあの場面を次のように切り取りました。若きデラクルーズにとって大谷はまさに別格なのだ。自己紹介を兼ねて右手の人差し指を伸ばして大谷の腕を5回こづいた。あなたは本物と確かめるかのようにだ。大谷を見てきた誰もが抱いていた疑問だろう。翔平大谷がどんな人物でどんな素質を持っているのかを真に知りたければ、デラクルーズに対するその後の反応を見ればいい。彼は避けたり睨みつけたり冷たくあしらうことさえしなかった。自身が直面している現実を考えればどんなことをしてもいい権利を持っていたはずなのにだ。その代わりに大谷は優しく微笑みかけ、デラクルーズの才能に驚嘆していると賛辞を返したのである。日本から来た少年とドミニカ共和国から来た少年が野球という共通の言語で会話を交わしていたと二人のやり取りを通じて大谷選手の人間性を称賛。最後にパッサン記者は、前回彼がこのような岐路に立たされた時、見事に復活を遂げて誰も見たことがないような偉大な野球選手へと進化を果たした。彼を疑う余地はないとコラムを締めくくっています。その言葉通り、大谷選手は今季打者専念で驚くべき進化を遂げて活躍を続けています。
名物記者の読みは見事に当たっていたようです。そんな中、メジャーリーグ機構は大谷選手が14日のジャイアンツ戦で盗塁手となった記録が今季10個目の盗塁に訂正されたと発表しました。これにより4年連続6度目の2桁本塁打&2桁盗塁が確定、また今季メジャー最速の達成となりました。14日の試合で3回に2盗を試みて飛び出し、一塁手の送球がそれて一気に三塁を陥れていた大谷選手、その日は盗塁手と失策が記録されていましたが、17日に MLB がこれを訂正、成功率も再び 100% となりました。大谷選手は2020年を除く5シーズンで2桁盗塁を決めており、現在のペースでいくとこれまでのキャリアハイである46本塁打26盗塁を更新する勢いとなっています。7日のマーリンズ戦では3試合連続本塁打だけでなく、今季2度目の1試合2盗塁も決めていた大谷選手。ロバーツ監督は、彼は体の調子がいいと言っていたから、私は走塁面でもっと積極的になるだろうと自信を持って言えると、さらなる盗塁像を確信している様子です。ネット上では、メジャーでも体格がいい方なのに最速の部類だなんてただものではありません。その上ホームランバッターでもある。さらにピッチャー、常識をはるかに超えている。ありえない現実をこなす野球小僧は一体どこまで記録を伸ばすのでしょうか。学生時代に硬式野球をやっていましたが、信じられないプレイヤーであると実感させられています。だからこそ球史に残る偉大なプレイヤーの大谷選手から目が離せません。スピードに加えて50兼ね備えているのがすごいんだよな。ホームランキングを取るほどのパワーを得るにはもちろん筋肉量を増やす必要があるが、そうなると普通は投手に必要な体全体をしならせるような柔軟性が失われる。大谷の場合はパワーがあるのに、あれだけ胸板、肩周りにも筋肉をまとっているのに、体全体を無知のようにしならせてスピードボールを投げることができる。これってすごいことなんだよな、と大谷選手に称賛の声が並びました。そんな大谷選手の活躍には敵軍番記者も思いを馳せているようです。 MLB 公式サイトのジャイアンツ版、マリア・グアルダード記者は、2018年にエンゼルス版として大谷選手を取材。彼が7億ドル契約を手にすると2018年に想像していたかどうかは私にははっきり分かりません、と笑顔で語っています。ドジャースと破格の契約を結んだ大谷選手は今季異次元の成績を収め、打者専念にもかかわらず昨季に劣らぬインパクトを残しています。14日からのジャイアンツ3連戦でも3戦連続マルチ安打をマークし、15日には飛距離446フィートの特大弾を放ち宿敵を黙らせました。グアルダード記者は2018年にエンゼルス番記者として大谷選手を取材、翌年から現在までジャイアンツの番記者を務めています。二刀流として鳴り物入りで入団したとはいえ、当時は今のように大量の日本メディアは来ていませんでした。私がサンフランシスコで日本メディアを見た中では圧倒的に数が多いですね、と当時と比較して驚愕。大谷選手は2018年に新人王を獲得したものの、同年は右肘の靭帯損傷が発覚し、オフにトミー・ジョン手術を行うなど、投手としては10登板で4勝2敗、防御率 3.31 という成績に終わりました。日本で才能がある選手だとは知っていたけど、メジャーで通用するのかという疑問もあった。当時私が二刀流としての彼の姿を見れたのは最初の 2,3 ヶ月だった。それでも彼が健康で居続けられれば二刀流として活躍できるということを初めて垣間見ることになりました、と振り返ります。今でも忘れられないのは、同年4月2日の敵地アスレチックス戦でのメジャー初先発。大谷選手は6回を投げ3安打3失点6奪三振で初勝利を飾りました。あの試合で私たちは彼の剛速球だったりスプリットだったり、打者を愚かな姿にさせるところを見たんです。メジャーでやっていけるかどうかの最初のテストでしたし、彼ならできると私たちは目撃したんです。マウンド上で痺れるような球を投げていました。彼の新人のシーズンを思い返すと、それが一番印象に残っている。二刀流をする能力があると彼が証明する姿を今こうして遠くから見るのは興味深いことです。
大谷選手の1年目を見てきたグアルダード記者にとって、ライバル球団のスターとして大ブーイングを受ける大谷選手を見ることはとても感慨深かったようです。ネット上では、私たちは今打って投げて結果を出す当たり前のとんでもない選手を目の当たりにしています。イチロー選手の時もそうでしたが、それが普通とみなされていたと思います。でも100年に1人出るかどうかの選手です。投打ともに超一流、テレビでも生でもとにかく今じっくり見ないと後悔します。ピッチャーで4番、センスの高い子が少年野球や高校野球なんかでは当たり前の姿。ただそれはアマチュアでのことで、プロでこなしているってところが大谷選手の凄さなんでしょうね。さらに言えば、プレーや素直な言葉、そしてその時々の態度によって世の中の人たちを魅了し続けている稀有な選手ですよね。私も昨年の WBC をテレビの前で声を上げながら小学生の娘と大喜びで見ていました。令和の今、大人から子供までが憧れるような存在ってすごいですね。ただただ驚きです。と、大谷選手の活躍に喜びの声が多く上がっていました。プレーはもちろん、その人間性でも敵味方問わず人々を魅了し続ける大谷選手。これからも素晴らしい活躍でファンに夢を与え続けてほしいですね。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。